医療経済実態調査によりますと2022年度の病院の利益率は新型コロナ関連の補助金を除くと6.7%の赤字だった一方診療所の利益率は8.3%の黒字でした財務省は診療所の経営状況が良好なことから診療報酬全体で1%ほどのマイナス改定とすることを提言しています 日本医師会は賃上げなどに対応するため診療報酬の引き上げを求めています。